原宿行ってきたって言ったでしょ。その電球ソーダじゃなくて、あれ哺乳瓶ソーダっていうの流行ってるんだよね。それでそれを家で再現してみると言っても、あんまりよく見てなかったからこんな感じじゃないかなっていう感じでやってます。まずね、哺乳瓶風のなんか、この間の右のマイクがね聞こえづらかったんだよね。水っぽいかも。どうかな。ひえじさん。ちょっとゲーみたいにやりたくなるよね。おじいさん。入れた方が美味しいってアンジちゃんが言ってた。とりあえずこのぐらいか。あ、でも結構入れると思うな。こんな入ってでさ、かき氷かき氷のシロップが余ってた。しかもブルハワイ。みんなさ、何色が好き？ね、私はね、水色が好き。かき氷はメロンかな。今日はでもブルーハワイしてみる。じゃじゃーん、炭酸水強強よー。さっき開けちゃったから、おシュワッといったね。この音がね、バイノーナルマイクがいいんじゃないと思った。
ハプニングは生放送につきものだよね。こっちこっち。炭酸水好き？私好きよ。最近炭酸水コンビニでよく買う。で、本当はね、原宿ではねタピオカが入ってる。タピオカって売ってないよね。タピオカだけって売ってないね。あれ、うまく出てる。このこれはさ、うまくはまらない。お祭りで買ってきたのと、原宿と買ってきたのと、ちょっと蓋が合わないかも。混ぜられかき混ぜられないか。かき混ぜてから、あ、これダメかな。このさ、氷の音もいいよね。もブラシじゃないから、もっとカランカランとねするといい。ちょっと飲んで。足りない。やっぱ綿菓子また入れる。切符が出る。そうだと合わないな。この飲めるかな。ちょっと待って、飲めるかな。これで吸えないな。吸えないな。これじゃダメだ。こっちが飲んでると可愛いんだけどね、おばさんがやると面白い。あ、それね、これね、お祭りに買ったやつだから。キラキラ、綺麗でしょ。リリリリリリで、いや、ほんとに。ここも消し目か。おー、来た来た来た。原
原宿でエヤホーチャ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 原宿でエヤホー。これは河口湖で買ったけど綺麗だよ。どうだ、色を変えてみよう。あれあれ、そのあれかっこいいよね。原宿でイヤホイバン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 、原宿でイヤホイみんな目がチカチカするって言われる。スイッチ、あ面白いね。電気つけよう。綺麗だよね。原宿で売ってるのはね、聞かんないよ。これはお祭りあ、これはどこで買ったっけ。あ、これは地元のお祭り、八朔祭り。つるしの人走っている。八朔祭りで買った哺乳瓶ソーダ。ということで今日はね、俺どこ行ったっけ、その原宿の電球ソーダと飲みながらちょっといろいろやってみる。そうそう、こないだね、正義兄ちゃんにもらったね、なんだっけ、栃木のお土産メープルクリームパンケーキを食べてみます。なんか掘りが落ちた。岡本さんが落ちた。これもまた音ウェチっぽい。どうするかな。メープル、バターとメープルがね効いてる。今日マイクのさ付け方変えてみたんだけどどうかな。緊急が足りないね。アシスタントはね、ちっちゃいなペゴちゃん、ミコさん、ペゴちゃん
鏡開き今日は10日あとね、お正月っぽく獅子舞りかちゃん、パカパカ噛まれるといいことあるよ。噛んで。お兄ちゃんマイク噛んでた。あのまだよくわかんない。電球そうだの。あ、じゃあ哺乳瓶そうだ。ショマルスクイーズ炭酸が来てる。あらこんにちは、こうやってたの。なんだろう、そのディコヘッドオンしてね、やりたいね。水をね、やるときはね、手を濡らすといいらしい。アンジュちゃんにさ、パンパン、パンパンっていうのも触ったんだけど、難しい。匂いはあんまりない。マジョマルそこへ続いて、じゃじゃピクニック。